春、日屋駅。春日の駅は、神奈川県川崎市朝奥区春、日屋5丁目にある、小田急電鉄多摩線の駅である。駅番号は、OT04。ユニバーサルデザインに配慮した設計や、風力、太陽光ハイブリッド発電設備が、開業時から導入されていたことが特筆される。二つのホームをつなぐ、古戦橋が一つの大きな屋根で覆われていることが、感情の特徴で、 2005年の鉄道建築協会賞に入選している。多摩線建設時には、すでに当駅周辺の開発計画が存在し、小田急、京王が沿線開発の目的で用地の取得を行っていたが、地権者の合意が得られずに開発計画が難航。1977年、昭和52年に、両社とも開発計画を中止した。現在の春、平駅の位置は、 多摩線計画時にも駅の設置場所候補の一つだったとされる。1991年、平成3年3月に当駅周辺の開発計画が認可され翌年着工、数字の計画変更を行いながら開発が進捗する中、2000年、平成12年12月頃に小田急が駅の建設計画を表明、地元説明会などを経て2003年、 平成15年2月に駅設置の認可が申請され、2003年11月に着工した小田急設計コンサルタント、篠田吉尾建築研究所の設計により、小田急建設が施行、総工費約25億円をかけ、面積5300平方メートルの駅が後に、春日屋の住居表示が実施される、黒川特定土地区各整理事業地内の中央部に建設され、 2004年、平成16年12月11日に小田急70番目の駅として開業した。都市再生機構、川崎市などの覚書では、駅前広場を建設することになっていたが、開業時には都市計画が決定しておらず、都市計画決定を経て、駅開業から4年弱経った2008年、平成20年11月に南口に駅前広場が完成している。 駅前広場設置構想時に周辺バス事業者に貼る日焼け系の乗り入れ予定がなかったことから駅前広場の設計には大型バス乗り入れが考慮されていないが2011年平成23年3月31日から稲城市循環バスアイバスのマイクロバスが南口駅前広場に乗り入れるようになった重量編成対応の相対式ホーム2面2線を有する 当駅が建設された2004年の日本国内の新設駅としては、珍しい地上駅で両ホームを結ぶ、古線橋が通風、最高に配慮し、街のシンボルとなることを意図した一つの大屋根で覆われていることが、外観上の特徴である。改札口は、北口と南口の2カ所、北口は新百合ヶ丘方面ホーム、以下、上りホームから、 通段階段を降りたところに、南口は、空木場方面ホーム、以下、下りホームと、同一面に設けられている。駅務室は南口に設けられており、駅員は南口にのみ配置される。駅員が配置される、時間帯は7時30分11時と13時。終電のみで、それ以外の時間帯は、無人となる。定格出力4 0 0ットの風力発電機10機と、 これを保管する低格出力136キロの太陽電池発起とで構成されるハイブリッド型発電システムを日本で初めて導入し、液設備の電力の一部を賄っているほか、上りホーム上屋の一部が緑化されている。両ホームと古典橋を結ぶエスカレーターとエレベーターが設置され、上りホームのエレベーターは北口とも結ばれている。下りホームには車椅子や オストメイト対応の個室トイレが設置され、上りホームにも通常のトイレがある。上りホームには、冷暖房装備の待合室が設けられている。2010年度には、行き先案内表示機が設置された。当駅は2005年の鉄道建築協会賞に入選している。都市基盤整備講談、2004年7月に、都市再生機構に改祖開発の分譲地名称が、 黒川春、日屋であることによる。黒川を駅名に入れる案が、地元にはあったが、類似駅名は利用者が混乱するとの理由で、春日屋とされた。2006年3月13日には住居表示が、施行され、都市再生機構開発地域の町名が黒川から春、日屋に改められた。2009年の時点では、小田急の駅で唯一ひらがなが入る駅名である。 春日屋の地名自体は2001年、平成13年4月に開催された地権者と都市基盤整備公団との協議で、春日屋、水木屋、万葉の丘の3案から独自性を主眼に選ばれた。春日屋は春に新しい町の成長への期待、日は概ね東向きの斜面に開発された土地であることから、暖かさを、のは広がりを表すものとされている。独自性を維持するため、 春日アは都市再生機構が商標登録していた。2017年度の1日平均乗降人員は9865人である。開業以来の乗降人員、乗車人員の推移は下表の通り。ここではむね徒歩10分圏の駅周辺に立地する施設とバス停について述べる。1992年平成4年11月に 宅地開発が着工されるまでは当駅周辺は山林だった。当駅周辺の開発構想は1973年、昭和48年頃から存在したが、地権者の合意が得られず開発が一旦断念さ、開発再開後も反対運動などの影響で、開発が長期化、構想から30年を経た2003年、平成15年11月に居住が始まっている。 春、日屋全域が住宅地として開発され、行政商業施設として計画された2区画のうち1区画が集合住宅に転用されたこともあり、南口前の行政商業施設区画に開業した大規模薬局とスーパーが入るる、日屋ショッピングセンター、北口近くに立地する小田急グループのリストランテアベーテを除いて大規模な商業施設はない。南口には春、 メディカルビレッジと呼ばれる、小児科、内科、整形外科などの診療所と調剤薬局が入居する、区画や、小学校と中学校が構築された川崎市立春、日や小学校、春日の中学校がある。当初学校の他幼稚園、消防署も、駅周辺に誘致する計画だったが、2001年11月に、川崎市から公益用地の買取を拒否された後、 数字の計画変更を経て2005年2月に市議会で学校建設が議決差、現一に PFI 方式で小中学校が建設されている。幼稚園は公立としては実現せず、私立の幼稚園が南口近くに開業したほか、社会福祉法人運への保育園2軒が同じく南口にある。駅北東を通る県道上線沿いには、 チェンケイ飲食店などが並び、京王若葉台ゴルフ練習場も徒歩県に立地するが、飲食店と持ち番としては、黒川に属する。県道上朝を連行寺線の坂を下り切ったところに、京王相模原線若葉台駅があるが、東駅北口から徒歩約10分を要する。南口駅前広場に張る、日谷駅バス停が設置され、小田急バスが運行を委託された稲城市巡環バス、アイバス、 平尾団地業、南玉駅業が乗り入れている。当駅から徒歩約5分の県道上屋沢連、三寺線上に張る、日や駅入り口バス停があり、小田急バス柿キ24系統若葉大駅業、柿尾駅、北口港、休日一往復のみ、と、愛バス、平尾団地業、南玉駅業が停車する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。